ハチドメグサの植物。中水植物、または失笑植物として生育する水草である。原産地は南北アメリカ大陸などであるが、各地に侵略的外来種として定着しており、日本では特定外来生物に指定されている。多年層で川辺や湿地に生える。茎は横に伸び、長さは1メートル以上になる。茎の節から数枚の葉や、 多数の根を生じる。葉は遠心型で浅く5裂し、多肉質、長さは3から7センチメートル。傭兵は7から35センチメートル。根は最大約30センチメートルまで伸びる。果樹は各節に1から3個付き、直径は約3ミリメートル。茎の断片はちぎれて散布されやすく、そこから栄養繁殖を行って、旺盛に個体群を拡大する。 アマゾンチドメグサなどと、形態的に非常に類似する。北アメリカ、南アメリカ原産。干渉用などとして輸入された個体が一出して、各地に分布を広げ、日本では特定外来生物に指定されている。また、イギリスでも侵略的外来種として扱われている。ただし、もともと自生している北米の一部の地域では、絶滅が危惧される種として扱われている。 日本では熊本県の菊池川で初めて発見され、治水上の問題を引き起こすほか、大量に繁茂して水中に光が届かなくなり、生態系に影響を及ぼすため、除去作業が行われている。しかしちぎれた茎からも再生するため、除去には注意が必要とされる。ありがとうございます。